カルチャーサンドイッチ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はもう本当にニヤけすぎ、ニヤけすぎてるし、もう一日ね、本当にね、なんかこう地に足がついてないような状態でぐらいの、なんかもう本当大好きなね、はい、大好きな、もうこのためになんかこの YouTube 始めたんじゃないかっていうぐらいの、あなたはね、はい、そうです。勝手にそうです。はい、で今日のテーマは、はい、もう世界最強のタッグコンビ、河本ヒロト、はい、真島正俊、ヒロトとマーシーをちょっとやっていきたいと思います。ブルーハーツも、そうだね、まず、あ、そうか、はい、1回目は、はい、ヒロトとマーシーっていうところ、もう2人の凄さとか絆とかそういうところからスタートして、で、ブルーハーツにちょっと向かっていきたいと思っております。はい、では、はい、ではよろしくお願いします。カルチャーサンドイッチ。はい、ではちょっと早速説明で、河本ヒロトさんですね、うん、で、59歳ですね。はい、59歳、はあ、で、マーシーが60歳、うん、1個違いなんだよね。え、年、学年は一緒、学年が、学年が1個違い。ああ、そうなんだ、うん、マーシー先輩と、マーシー1個上、うん、先輩、うん、で、岡山県、岡山市出身、うん、クリーニング屋の息子ですね、うん、ヒロトね。で、マーシーは、東京の小平市、で東京でもちょっと外れたところに生息してました、はい、生息してましたね、はい、この2人の出会いは、うん、そのブルーハーツ結成の2年前だと思うんだよね、うん、でお互いがもともと違うバンドをしてて、うん、ヒロトは東京でバンドをするために東京に出る条件がもう大学に行くんだったら OK だったので、それで大学行ってみて、法政大学行ってんだよね。この人めちゃくちゃ頭良くて、そうやろね、うん、やっぱ頭が良くないとあの歌詞はね、まあ書けないね、うん、まあ、そんな河本ヒロトさんは出てきて、まあ、大学は2年間ぐらいで途中で中退してるのかな。でその後ザ・コーツっていうバンドをね、うん、立ち上げてる。これがモッツ系のバンドなんだよ。そうね、なんか聞いた、うん、ね、だから小豆、色のね、うん、ジャケット着て、なんかモッツメーデーとかにも出とったみたいな、ね、そう、うん、でマーシーもやってたザ・ブレイカーズっていうのも割とモッツ系のバンドで、あ、じゃあ、うん、意外と飲んだら気が合うかも。いや、そうだよね、うん、まあそういう感じで、マーシーはやっぱりこのバンダナ取ったらここに傷があるわけ。いや、多分ないと思うけど、何かそのマーシーの知られざる過去がここに多分、いや、大丈夫、あれはね、キース・リーチャーズ、あ、そうか、うん、影響でやってるから、うん、俺はもう勝手にそのいけない過去が、うん、傷を隠してるっていう、いや、もう設定になったわけ。全然違う、違う、はい、まあ、そういう感じで、バンドが辞めたタイミングは同じぐらいな状況で、で、この2人が、一緒にこうバンドをやるっていう風になってブルーハーツなんですね。で、でもそのブルーハーツになる前に、1年前ぐらいにベースの川ちゃん、うん、あ、川ちゃん、川ちゃんね、川ちゃん、川ちゃん、川ちゃんのコスプレしようと思ったんだ。じゃあ、同じこと考えたね。で、星のね、したかったんやけど、その、あの白コーデで、川ちゃんと時計仕掛けのオレンジの、うん、アレックスをミックスしたやつやりたかった。でもあれ川ちゃん意識してるよね、そうそうそう、絶対ね、白コーデで、多分、100% であのあれを意識してんだとかね、そうそうそう、うん、してこようかなと思いましたけど、うん、まあ、次ちょっとやってみようか。あ、そうだね、川ちゃん、川ちゃん大好きだから、面白いよね、面白い、しかもよーっと見るとベースのプレーとかかっこいいやん、めちゃくちゃ結構うまいんだよ ね、うん、うん、そう、すいません、脱線しました、脱線しました、でもやばい、一旦戻りまして、はい、戻りまして、マーシーと川ちゃんとヒロトでホコテンで一回、ね、ユニット組んでライブしてるんだよね、うん、まあ、そういう仲があって、まあ、仲が良かったっていう形で、うん、で2人とも、そのこのバンドを解散した時に、うん、まあ、マーシーの方から、うん、なんかちょっと一緒にバンドをやらないかっていう、うんうん、そういう声が、うん、あ、もうぜひやろうっていう話になって、うん、でその当時ヒロトが、ね、東京の笹塚っていうところの廃墟になってる工場で生活してた、うんうん、ヒロトが今は廃墟みたいなところで生活してる、そうだね、それがで本当に本当の廃墟だから、お金ももちろん家賃も0円のところ、うん、でそこに住んでるところで、まあ、一緒にやるっていうので、うん、家財道具と楽器を持って、うん、マーシーがヒロトと一緒に生活を送る、うん、そこでなんか2人がこう共同生活を、廃墟で、廃墟で、うん、いいね、そうで、ただ廃墟で生活、ロックっぽいよねもうめちゃくちゃ絵に描いてるの、ほんで、うん、で、うん、そこでヒロトとマーシー、まあ、うん、マーシーはもうこうブレイカーズがさ、デビュー決まるぐらいなのにさ、結局もうダメになっとしゃっちゃったことによって、うん、もうバンドはもう無理なんじゃないかと思ってたって、でもヒロトと出会ったことによって、うん、なんかもう一回バンドができる
ていう無敵なパートナーを見つけたぐらいの気持ちでさ誘ってるからさ、うん、だからもうやる気満々でさ、だって住んでる家をさ引き払ってだって廃業に引っ越してくるって相当な覚悟よ。まあね、うん、俺の予想ではあのバンダナをなびかせながら、うん、まだほんと来てない、してない、してない、ギターをこう空って、うん、バイクで来たような気がするちゃう。あ、でもしてるかもしれないね、ギター一本だけに、そうね、うん、でバイクでってギーッで、まあ来るんだけど、うん、まあヒロトがもうねこの時は、ね、やる気がなくて、うん、常にねもうテレビで、うんうん、もうミーティングしてる最中になんか、あ、ごめんちょっとバッテンのオーバルが今からやるからって言ってミーティング抜けてもうアニメ見たりとかずっとそういう生活だったの、うん、でヒロタも全然そういう風にマイペースだ、マイペースだった、でマーシーがそこで怒っ、まあ、怒ってっていうか、うん、まあ、うん、でヒロタがいつも見てるテレビを捨てたんだよね、あ、うん、お前ちょっと意外にしろって捨てて、でその時にヒロタは、あ、この人本気で親のこと考えてくれて一緒に本当に、ね、やりたいんだって言ってちょっと頑張ろうって言ってその時にできたのが、うん、リンダリンダとブラザーテロ、ここでね、うん、マーシーがテレビを捨てたことによってその2曲が生まれたんで、その時はもうブルーハーツだね、もうブルーハーツになってる。ブルーハーツの由来は、由来はね、うん、もともと小学生でも、うん、分かるような英語、うん、あ、で、ね、そのブルーハーツってどういう音楽ジャンルをやるか分からないっていうような、うん、イメージができないような名前にしようっていうのでブルーハーツって名前にした、うん、意味はないって本人たちは言ってるんだよね、うん、ただね、この2人はね、あえてねそういうふうに意味がないって言うんだよね。でも絶対深い意味がある。いやいや、それはそうよ ね。意味がない意味がある、うん。そう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 。まあテレビを捨てて、まあそれができて、うん、最初のうちはまだ85年に結成をして、で、まだね、ドラムがカジ君とか、うんうん、ベースが母ちゃんじゃなかったんだよね。うんうん、で途中でベースの人が辞めて、もともとマネージャーだったんだよね、母ちゃんがね。あ、そうなんだね。そうで、母ちゃんがベースに入って、でその後、まあその同じ年ぐらいにドラム人が辞めて、カチ君はもうブルーハーツの大ファンだったから、もうそれでまあオーディションに近いような形でカチ君が入って、でブルーハーツが完全なものになって、でデビューをするんだね。なるほどね、うん、でまたデビューする、そう知ってる、で言って、うん、いや同じことが分かんないけどさ、デビューする条件が歌詞を、ね、うん、一切変えないっていうことがもう条件でね、うん、そう、もうそういう、そうだね、歌詞を変えないっていう、変えないっていうことはね、それはかっこいいよね、かっこいいね、それがまたなんかプロデューサーついたりとか、うん、なんとかってなっとったらやっぱこうはなってる、うん、素直にね、純粋にまっすぐ、ね、うんうん、やってるブルーハーツが好きです。大好きですもう気持ち悪い回になってるけどね、うん、まあそう、でその時に1枚目のファーストアルバム「ザ・ブルーハーツ」と「うん、リンダ・リンダを、ね」を、うん、シングルを同時発売して、でスタジオでワンカメでさ撮ってるさ、デビューしましたっていうビデオだと思うんだよね、うん、でマッシーが作った「爆弾が落っこちる時」っていうのと、うん、ヒロトが骨髄炎作った「ノーノーノー」と「リンダ・リンダ」、うん、これを3本撮ってね、うん、その世の中にボンってメジャーデビューしたっていう形を作って、あのなんか倉庫みたいなとこで、そう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 、あれもうほとんどもう目とかやばいもんね、放送禁止やろあれ、すごいね、俺自分の子供には絶対見せたくないそうだね、マジで、うん、さあ、ときます。じゃあまあブルーハーツの話はちょっとこれが、まあとりあえずブルーハーツ10年やって解散します、うん、でそれで次、うん、はい、ザ・ハイローズ、ハイローズここですよ、うん、僕が一番好きになったらここからの実は、うん、俺ね、逆にこの時はもうね、うん、ブルーハーツファンやったっけ、うん、なんかもうシリアスじゃなくなったよ、ね、わざと、うん、なんか言葉に意味を持たせない、そう、ここはもうメッセージソングだよね、そうそうそう、うん、だけどね、俺もロマンチックな人間なもんでね、やっぱその胸に刺さる言葉が好きっていうのが一個あって、うんうん、だこっちでなんかもうわざとそういう風にした、そう、あ、もうだからブルーハーツのアンチテーゼだった、うん、ハイドさん、完全な、あえて一番最初の曲っていうのもその、まあ、ミサイルマンなんだけど、うん、ちょっと攻撃的で、うん、あと一番最初のライブでそれも野音でやったんだけど、うん、グッバイっていう曲やったんだよ、ああ嫉妬嫉妬、さよならするバイバイ、ダサいやつや、だからもうブルーハーツとさよならするっていうところのなんか感じで攻めてて、服装も全部変えて、うん、ちょっともうなんかそのね、ブルーハーツファンとしては、うん、まあ、そうだよね、裏切られた感じは、ね、あえてそれをねこの人たちはねしたんだよね、うん、ハイローズはね、でハイローズもまあこれも大体10年ぐらい
やりました。まあ、ここもいろいろとあるんだけど、まあ、そのうちちょっとハイローズになる、ハイローズ。ここもちょっとさらっといかないといけないね、うん、でそこから2年ぐらい経って、うん、ザ・クロマニオンズっていうバンドを、これね覚えとんやけど、うん、言ってるよね一番最初ね、一緒に行った、一緒に行ってない、それ聞いて途中で帰るまた何やろうね、そのパンク精神ちゃんと素直に受け止めりゃいいのに、ね、で、あと後悔してるでしょいや、まあ後悔はないけど、そのクロマニオンズも出た時、うん、ヒロトのバンドだっていうふうに告知せんやったよ、わざと。あ、そうだね、ね、うん、だけど、なんか、うん、そういう番、新しい番出てきましたよみたいな感じやけど、うん、よっと聞いたらこれヒロトやんってなってる、うん、で、なんか結構原点に戻った感じの音楽やったけ、これちょっと見に行きてえなと思ってから、うん、行ったら、うん、まあちょっとよくわからんやったけど、で、しかもその時チケットも完売しとったんや、うん、そういう、いや、また福岡すっごいちっちゃいとこやった、ロゴスか、ロゴスか、500人ぐらい、で、チケット完売しとったけど、うん、いやいや、ヒロト見たいわっつって友達と一緒に、でも好きよ、今もう、今はもちろんそうだね、うん、でも確かに、ブルーハーツカンってハマってる人たちからすると、うん、だんだんね、やっぱここ求めちゃうね、うん、で、僕とかはここから入ってるから、うん、よりこう、うんうん、だから好きな順番で言ったら1、2、3だもんね、実は大体がみんな1、2、3とかが多いと思うね、え、1、うん、これ、まさとくんのおかげでちょっと好き、うんうん、で、これよくわからない結成だけちょっと話そうと思うんだけど、うん、これはヒロトがね、多分ね、ちょっとこれも憶測で、まあ、言われてる、一般的に言われてる定説な的なことなんだけど、うん、まあ、ヒロトがちょっと精神的なダメージを負ってて、でヒロトが家にこもってた時、マーシーがしょっちゅう遊びに来て、勝手に人の冷蔵庫を開けて、うん、ビールとか飲んでて、うん、バンドやろうよみたいな感じでなんか結成したって、まあ、言われてる。で、ザ・クロマニオンズは、うん、いや、まあそれで、2人がね、同じスタジオを持ってるんだよね、うん、あの、うん、アトミック・ブギースタジオなんだけど、うん、2人でこう、うん、お金を出し合ってる、うん、でそこのスタジオでヒロトがずっとね、セックスピストルズの、うん、ドラムを練習したの。で、その時マーシーともこう割とこうちょこちょこ会ったりはしてたんだけど、うん、ちょっとマーシー、俺ドラムピストルズめちゃくちゃ叩かれるようになったからギター弾いてよって言って弾いた時に、やっぱバンドって楽しいと思って、またもう一回やろうっていうような流れになった。なるほどね、うん、偉大やね。そう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 、ピストルズは、ピストルズは偉大ですねだからヒロトもここの前にね、ソロアルバムを出してるんだけど、うん、それはあの真夏のストレートっていうのと天国生まれっていうのを出してるんだけど、うん、その時はヒロトが全部ドラムからベースからギターから全部弾いて録音してて、うん、で天国生まれはマーシーがサポートで入ってたりとかしてるような感じで、まあ、2人のつながりずっともこうある感じでね、素晴らしい、素晴らしいね、本当に素晴らしいね、え、うん、だってもう今ね、一緒にディズニーランドとか行ったりするぐらいだけど、ね、あんだけやっぱ有名になってさ、うん、お金稼いで、うん、そのまだ仲良しっていうのはね、すごいよね、普通やったらもっと金欲しい、あ、もっと俺の方がこうやったのにとか、そういうのぶつけ合って喧嘩になるやん、うんうん、それがね、うん、今一緒に会社もやっとっちゃろ、いや、うん、あのハッピーソングレコー、うん、あ、ハッピーソングか、あ、これそこのハッピーソング、これね、ちょっと作りましたけど、勝手に作っちゃった、勝手に作った、勝手に作ったすいません、好きすぎて売ってないで、あの好きすぎて、すいませんそう、だからそのヒロトと、はい、マーシーみたいにね、そうなれるようにね、ちょっとちょっと頑張っていきたいと思って、で次回は良いお年なんで、これがね多分12月31日の放送なんで、また来年もちょっとカルチャーサンドイッチぜひ、来年は一発目あのザ・ブルーハーツをちょっとやりたいと思うんで、また来年もぜひカルチャーサンドイッチよろしくお願いします。